あさこ、アメトーク、ドタバタ劇。20日の放送で4社が、CM 差し替え。CM が急遽差し替えられていた。反社会的勢力の忘年会に、事務所に無断で出席し、闇営業をしたと批判を浴びている、お笑いコンビ。雨上がり決死隊の宮迫博之、49、が、MC を務める番組、アメトーク、の、20日放送分が、緊急事態に陥っていたことが、本誌の取材で分かった。この問題を危惧する番組スポンサーが、宮迫追放に舵を切り始めていたが、一部で報道された。穴埋め用の AC ジャパンの CM を、極力目立たなくなるように、ドタバタ劇が、繰り広げられた舞台裏をリポートする。20日放送の、アメトーク、は、立ちトークというタイトルで、人気お笑いコンビ、中川家をはじめ、多くの人気芸人たちが、フリートークの立ち話形式で笑い満載の内容。宮迫の笑顔のシーンも多かった。宮迫と、同じ忘年会に出ていたロンドンブーツ1号2号の田村亮が、レギュラー出演する NHKBS1、ランスマ、街の風になれの、15日再放送予定分が、取りやめとなったため、この、アメトークにも影響が出るのか、注目された。この日も普通に放送されたが、実は舞台裏は、バッタバタだったという。CM 差し替えが殺到して、急遽フォーマット、CM に入るタイミングなどを含めた番組構成を作り直すことになったんです。と、テレビ局関係者は、窮状を明かす。金融系の CM が2社。ゲーム関係の CM 会社が AC ジャパンの広告に差し替え、またもう1社が CM を降りることになり、計4本が AC ジャパンの広告に差し替えとなりました。あの闇営業問題と反社会的勢力とのつながりの疑惑が影響していることは間違いありません。と、スポンサー陣が宮迫アレルギーを強烈に示し始めていたというのだ。局側も苦肉の策でこの宮迫ショックに対応したという。あまりにも AC ジャパン CM が続くと、大ごと感が増しますからね。突然の変更だったので、放送事故にならなくてよかったですよ。AC ジャパンの CM は、東日本大震災発生後に繰り返されて話題になった。起用 CM の放送が、不適切な場合、代わりに放送されたりする。20日の放送では、AC ジャパンの CM、4本のうち、3本を番組終了のエンドロールの後で流すことによって、同 CM を目立たなくするという緊急対応を行った。同問題は写真週刊誌、フライデーが、スクープし発覚。闇営業の中心芸人とされる空手家入江は当初、反社会的勢力とは、知らなかった。釈明していたが、疑惑が深まる一方、宮迫も反社会的勢力の関係者を、アメトーク、に招待します、と、話していたことまで報じられた。また、問題の忘年会に参加した芸人たちは、ノーララだった、と、主張しているが、その後、入江にギャラが、振り込まれたとの証言が飛び出し、疑惑は深まるばかり。これらがスポンサーの番組離れを引き起こす原因となっている。次々と悪化する事態に、最初は静観ムードだったテレ朝局内でも、ついに、アメトーク、打ち切り論も持ち上がり始めているという。同番組は非常に優秀なコンテンツで、一時は週2回レギュラー放送されたぐらい、大きな実績がある。また、テレ朝と、吉本との関係性を考えても、やり過ごせるなら、やり過ごしたかった。ところが、混乱は広がる一方、反社との問題は、さすがに、オフホワイトで逃げるわけには、いかない。と、宮迫切りは現実的なものとなってきている。今や、バラエティ番組では、定評のあるテレ朝だけに、緊急事態への備えも整えている。今、吉本なら、大ブレイクした千鳥が深夜枠で、テレビ千鳥をやっているし、もっと若手の可能性に欠けるなら、M1 チャンピオンの霜降り明星が、
霜降りバラエティを深夜枠でやっている。両番組とも、後々のゴールデン帯への昇格を見据えて企画されたもの。少しタイミングが早いが、アメトークの後継として昇格させるというやり方もある。とは、別の局関係者。そうは言っても、宮迫に上場酌量の余地はある。もともと入江は、可愛がっている後輩で、仕事の相談にも乗っていた。芸人の世界は度量の大きさも大事。宮迫は、入江の兄さんとして面倒を見ただけ。という声もあるが、よりによって弟分に取り返しがつかないほど、大きく足を引っ張られたようだ。